道玄坂 TV とは、はい、なんかブドウブドウしてるやつがあったんで買ってきましたよっていうことで、これ大道さんから出てるやつですね。なんすかこれ、カベルネソビニオヨンなんてカベルネソビニオンっていうのか何それ、どういうことっすか。お、なんか書いてありますね。これブドウの品種のことなのかな、それともなんかこれ入ってる成分のことなのかな、さっぱりわかんないけど多少し調べた方がよかったか。あれ、ちょっとビタン酸的な感じで書いてあったけど、そんなことねえな。いや、炭酸だな、一応は。俺炭酸あんまり好きじゃねえんだよ買ってきて飲んでるけど。香り、あ、香りはなんかアルコールっぽいな。はあ、うん、炭酸の粒は小さめなんで俺好みですね。後味なんかこうブドウのあの皮の渋みが残る感じっつうんですか、これも嫌いじゃねえな。香りもなんかねワインっぽい雰囲気がある。これね、どうだろうな、ノンアルコールワインのような風味違うごめんななんか俺そんな気がする。うん、ねえ、なんかちょっとなんか本当に香りにこだわったって感じなのかもしれないね。大道さんどうした？ねえ、薄い変な味のドリンクが多いんですけど、これ嫌いじゃねえの？これアルコール混ぜるとしたら何混ぜる？何？ウォッカ？ウォッカかな？ウォッカだろうな。ウォッカいける気がするな。ジンはジンの味が強すぎるよね。焼酎？焼酎か。焼酎悪くないな。あ、俺ね、日本酒結構好きなのよ。日本酒これいけるかもしんねえ。すっげえ。だ、スパークリングだからな。どうなんだろう。日本酒ってさ、開けるとさ、ちょっとソフトドリンクのこの動画で言うのおかしいけど、日持ちしないじゃん、日本酒って。香りがすぐ飛んじゃうんで。割り物としてアルコール分とちょっとした風味を味わいたいからってことで考えると、ドリンクと、こう、カクテルに、ね、日本酒カクテルにして飲むのって結構実はすげえうまいよ。うん。俺時々やってます。俺、これ嫌いじゃないっす。カベルうんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらニョンっていうやつで。誰かの名前みたいになっちゃったけどさ。これ、俺嫌いじゃないですね。道玄坂 TV の中には、道玄坂、何言おうと思ったんだっけ？道玄坂 TV の中には、お笑い、アイドル、怖い話といろいろありますので、ぜひチャンネル登録をして、いろんなチャンネルを、番組を見てみてください。よろしくお願いします。なところですかね。長くなっちゃったんで、ちょっとその辺で聞きますか。ういっす！道玄坂 TV! バイバイ！